君は魔女だ、黄金の魔女だ。ええ、黄金の魔女よ。みんなと同じレシピで作ってるのに、私だけがパスタから消し炭を生み出す錬金術が使えるの。あなたと同じく私も、あなたがいてくれる限り生きることを許される屍に、あなたがいなくなったら私はすぐにでも死んでしまう。死なせない。本当に？絶対に。とってね、責任だって。あなたは私をさらったんだから。そうですか、金蔵さんがそこまで話しましたか。ではまさかあなたなのですか。おじい様がベアトリーチを連れて行った新島の医者というのは。驚くに値しねえ。新島の医者って時点でピンとくる。突然海軍の兵隊さんが外国人の女性を連れて現れたのです。驚きましたとも。しかもその上、軍機なので秘密で治療しろというのです。それがおじい様との初対面だったのですか。そうです、それが金蔵さんと初めての対面でした。黄金で言いなりになった欲深な医者ってのもお前のことなのか。これは手厳しいですな。突然外国人の女性患者を連れ込み、軍機だから秘密にせよと言い、治療代は必ず持ってくるから担保にと言って黄金のインゴットを差し出す相手ですぞ。厄介事はごめんでした。しぶしぶとですとも。確かにそれもそうですね。でも南條先生はベアトリーチェをかくまってくれたんですね。金蔵さんほどではありませんが、私にも英語の心得がありました。二人の会話を漏れ聞き、二人が決して厄介な何者かでないと確信したからです。もちろんインゴットに目がくらまなかったといえば嘘が過ぎますがな。私も今よりは若かったものですから。その後彼女は、しばらくの療養の後、後宮家の使いの方が来て小田原に移すとおっしゃいましてな、引き取られていきました。おじい様が自分で迎えに行ったわけではないのですか。金蔵がどう六軒島の事件を言い訳したにせよ、しばらくの間は自由には動けなかっただろうよ。ですな、軍をごまかすのが金蔵さんの人生で一番の大勝負だったと言っておりましたが。ベアトリーチェは小田原に行って、それから使われていない別荘の一つにかくまったと聞いています。当時の金蔵さんにはもう家族がおられましたからな。そこはうまくやられたのでしょうな。クアドリアン以前から二重生活はお手のものだったというわけだ。さ、何してるんですか。お尻におできでも。ち、それからベアトリーチェはおじい様の保護で、別荘でいつまでも平穏に、つつましやかに暮らしたと聞きます。その娘こそ、クアドリアンのベアトリーチェか。金蔵さんの前では、気丈に振る舞われていたそうですが、お気の毒なことです。まさか、亡くなったんですか？驚くな。金蔵はその娘を、生まれ変わりと信じたんだぞ。心を、ないがしろにするんじゃねえ。推理は可能だ。そうですね、失礼。私は金蔵さんが彼女と過ごされた小田原の数年間を知りません。しかしその後の今日までの金蔵さんを見れば、ほんの数年間であっても彼がいかに彼女を深く愛したか伺い知ることができるでしょう。そうですね。そしてその娘のためにクアドリアンを作ったというわけか。金蔵さんは潜水艦の黄金を元手に巧みに立ち回り、たちまちのうちに財産を築き上げていきました。また持ち前の英語力を生かし、 GHQ に強いコネクションを作って
みるみるうちに大富豪となられたのです。この辺はリオンさんに説明する必要はありますまい。ええ、その莫大な財産で六軒島を買い取り屋敷を建てます。小田原の親族たちは無人島を丸ごと買い取ったおじい様を水郷だと笑ったそうです。10トンの黄金がポケットに収まる大きさだったなら金蔵も島を買わなかったろうよ。ですな。そして後宮家の黄金伝説が始まるのです。インゴットには片翼のわしが刻印されていたと聞くが。片翼のわしというよりは片翼に見えてしまうわしというべきでしょうな。それはどういう意味ですか？ヨーロッパに多いでしょう。翼を広げたわしを紋章にしたものは、サロ共和国の国旗にもわしが、いやいや鷹でしたかな、が刻まれています。刻印が薄かった、あるいは粗雑だったということか？そうです、戦時下の粗雑な刻印でした。本来は翼を広げたわしの紋章が刻印されるべきだったのでしょう。それがちょうど斜めに断ち切ったように半分薄れて消えていたのです。翼を広げたわしが半分消えて、それが片翼のわしに見えた。金蔵は自分の運命を大きく変えたベアトリーチェの黄金に片翼のわしを見て、それを自分の紋章とすることを決めたに違いあるまい。果たして正しく刻印されていたなら、それは共和国旗の鷹だったのか、それともまさか相当の、いやいや、そんなまさか。あの莫大な黄金の山の前で金蔵さんと杯を傾け合いながら黄金ロマンで夜を明かすのはなかなかに楽しいことでした。もっとも金蔵さんはその刻印から黄金の出所を探られることを嫌いましてな。外部に持ち出す黄金にはわざわざ自分の片翼のわしをデザインした別の刻印を打ち直していたようですが。お前には見せるだけだったのか。金蔵もケチだな。無論大富豪になった後、金蔵さんは再び私の元へ訪れ、未払いだった治療費をしっかり払ってくれましたとも。治療費にはちと多すぎましたのでな、ちゃんとお釣りを払いましたが。それ以来おじい様と交流を？そうです。金蔵さんは私が秘密を守ってベアトリーチェをかくまったことをことのほか深く感謝してくれましてな。おじい様はかつての小田原の親族たちは欲深の嘘つきばかりだとおっしゃっていました。南條先生の義理堅さが嬉しかったに違いありません。おじい様のような方がどうしてあなたにだけは心を開いたのかわかる気がします。私にも多少の異国趣味とチェスの趣味がありましてな。金蔵さんとは以来息を統合しまして、こうして細々と、しかし気づけば随分と長くお付き合いをさせてもらっています。大きな金を扱うやつほど小さな金にもきっちりしてる。治療費以上をもらおうとしなかったあんたの律儀さに惹かれるところもあったんだろうよ。とんでもない、大きなお金に怯えてしまっただけです。後になってからは後悔しましたとも。どうにも昔から肝が小さいものでしてな。そんなことはね、肝は十分に不定さ。そうでしょうか。お世辞でも嬉しいですね。世辞じゃねえ。大した肝っ玉じゃねえか。義理がたいのがお前の性分なんだろうよ。それしか取り柄がないものでして。おじい様は良い友人に恵まれたと思います。